なぜ戦争が起きるのかああ民族、宗教、思想の違いによる不信憎を、あるいは領土的、利権的野心から、大半はこれで説明がつく。差別もここから生まれる。交流外交で乗り越えるべきなのに、危機や図学を煽り、武器を積み上げたい人々もいる。戦争は悲劇以外に何も生まない。原爆の日に静かに帰り見るべき。なぜ戦争が起きるのか 民族、宗教、思想の違いによる不信、寸学。あるいは領土的、利権的、野心から。大半はこれで説明がつく。差別も、ここから生まれる。交流、外交で乗り越えるべきなのに、危機や寸学を煽り、武器を積み上げたい人々もいる。戦争は悲劇以外、何も生まない。原爆の日に、静かに歯はみるべき。なぜ戦争が起きるのか。民族、宗教、思想の違いによる不信、寸学。 あるいは領土的利権的野心から。大半はこれで説明がつく。差別もここから生まれる。交流、外交で乗り越えるべきなのに。危機や寸学を煽り、武器を積み上げたい人々もいる。戦争は悲劇以外、飲まない。原爆の日に静かにしょごみるべき。なぜ戦争が起きるのか。民族、宗教、思想の違いによる不信、寸学。 あるいは領土的利権的野心から大半はこれで説明がつく。差別もここから生まれる。交流外交で乗り越えるべきなのに、危機や図学を煽り、武器を積み上げたい人々もいる。戦争は悲劇以外、何も生まない。原爆の日に静かに母を見るべき。なぜ戦争が起きるのか、民族、宗教、思想の違いによる、不信図学、あるいは領土的・利権的野心から。 大半はこれで説明がつく。差別もここから生まれる交流外交で乗り越えるべきなのに危機や熟クを煽り武器を積み上げたい人々もいる戦争は悲劇以外何も生まない原爆の日に静かにはがみるべき